雨漏りがするたびにね、もう憂鬱だったんです。雨が降ったらね、また雨が降るっていう感じでね、これをまんなまなんとかせないかなともう考えとったんですけどね、なかなかいいとこも分からずね、どこにしたらいいかなっても分からず何してたんでね、で今考えたらね、もう中山さんにしてよかったなっていう感じやね。私はもう中山さんをおすすめしたいですよね。これね、娘がね、いろいろパソコンとかああいうので調べてくれて、ずっと見ていたら、中に中山コーティングっていうのがあるよということで、まあ娘が最初に調べた会社なんで、まずそれで決めましたね。これね、私一番最初ね、社長に会った時に人柄にもう惚れ込んでしまったんです。社長の人柄がむずいんですよ。なんか家庭的でね、家族思いでね、優しいし、ああこんな人だったら絶対もういい仕事もしてくれるだろうなと思ってね、もう間違いなくもう最初にそう思ったね。工事中もでやっぱり工事しとる人も態度もね、やっぱりいいですよ。やっぱ社長がやっぱりちゃんと指導しとるなっていう、こういう感じだったですね。おかげでね、まあ、今までだった雨が降るたびに心配しよったんですけどね、時々まあバラバラーとまた来るんちゃうかなと思ったりしよったことがあったんですけどね、もう安心して雨が降るのが楽しみなぐらいね、もう雨さん来いよっていう感じですよね。待ってましたというばかりで。はい、そんな感じです、今はね、もう。そうですね。まあ、雨が持ってると思ったら、もう中山さんに限るね、私思うのはね、もう信頼できるというか、もうこの人に任せておいたら、もう安心して雨が降ってもいけるなっていう、もうそんな気分だったね、もうずっとね。